今日はこの摘果したスイカをいただいたので、荻野恭子さんのポリ袋漬けのすすめから基本の漬け方でお漬物を作りたいと思います。で、量が多いのでこの容器で漬けたいと思います。ちょっと日にち時間を置いて乳酸発酵させたやつを食べたいと思います。1時間ぐらい置いたらもう食べ始められるって本に書いてた。うん、ちょっと酸っぱいな、食べたいから、うん、1日置いたら酸っぱになるよな、うん、常温でな、乳酸発酵してくると、うん、じゃあ皮を剥いていきます。一回4等分してみよう。4等分ちっちゃいんだけど、柔らかい、メロンみたい。こんな感じでいいんじゃん。皮も薄いな。薄い、はい、あのスイカの皮もいけるみたいで、だからあの大きいの、うん、おばあちゃんようつけてた。あ、つけてたんや、うん、美味しかった。うん、美味しかった。なんか醤油のつけ方やったな。からし漬けしてたんだけど、なんかからし漬けもあるみたい。スイカで、スイカの皮やったわ、からし。からし漬けめっちゃ美味しいね。美味しいね、うん、これココ食べへんかな。ちょっと細かく切ってみるわ。厚みどんぐらいなんやろ。こんぐらいかな。ちょっと分厚い？いや、いけるよね。むしろ細いかな。あ、細いか。うん、歯ごたえとか考えたら。あ、そうだな。そうやな。うん。そんないか。うんうんうん。皮だけで。ひどいよね。めっちゃいっぱいになりそうやな。入らへん。入らんかったら。ちょっと混ぜて。すごい水分あるな。ほんで同じこのまま食べたらどんな味なの。どんな味なの。うん、おいしい。そう、普通に美味しいな。うん、美味しいな。うん、あとニワトリにあげる。もう入れてあげる。うん、チェックしてあげて、うん、喜ぶな。こっちは好きやろ。ほとんど皮やけど、うん、このまま入れて つけちゃおうか、うん、どうか、押さえていける。一回押さえてみるか。あ、いける、あ、いける、あ、いける。ワンチ、ちょうどよかった。あ、ぴったり。はい、お楽しみ。完成。これコッコにあげてみようか。うん、混ぜて、混ぜちゃうな。うん、パパパ、飛び降りがある。好きそうやな。めっちゃ好きやった。うん、食べてみたらめっちゃ量多い。やっぱ白い風を食べてんじゃん。そう、皮飛ばしてんじゃん。
うん、滑ってね、滑ってね。ピン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 飛ぶねんけど、これわざとなんかな、寄ってるよな絶対、うん、いやちゃんと全部食べてくれて、飛ばすな、うん、もういらない、当たる、うん、ちぎっていけるやん、ほらめっちゃ大きいやつちぎってる、うん、あ、皮飛ばしてんで、ね、絶対、あ、皮の中から身のところ探してんもん絶対カフやんない、皮だけで先あげたらよかったんちゃう、美味しかった？もういらんの？なんで？食べて。おいで。そんなに興味ないな。ホタルは取り憑かれたように食べてんだよ。